皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2024年4月9日に行われた、第37期竜王戦1組、出場者決定戦、森内俊之九段と、渡辺明九段の一戦をお送りするぜ。さて、本戦4位出場枠をめぐり4名による争奪戦。次戦の相手は、すでに広瀬九段に決まっているね。あと2つ勝てば本戦出場。ちょっと複雑な1組の仕組みだが、とにかく勝てばそれでよし。詳しく知りたい人は、過去に投稿した、観る将入門編、竜王戦の仕組みをチェックしてね。さて、それではお互いのプロフィールを確認しておこう。まずは先手の森内九段。1970年10月10日、神奈川県横浜市出身、勝浦治九段門下の53歳。今期竜王戦1組、順位戦はフリークラス宣言。タイトル戦登場25回で12期獲得、一般棋戦優勝13回、特に名人位は8期獲得し、18世名人の資格を保有。突如フリークラス宣言した時は、衝撃が走ったけど、なんやかんや、伸び伸びと、残りの将棋人生を楽しんでる感じがするわね。一戦から退き走ったものの、将棋の質は常に高く、というよりむしろ攻め味が増し、はっきり言って、俺の全盛期は今を、地で言っている様子だぜ。あらゆる棋戦で若手を退け、恐怖のフリークラスとして暴れ回ってるわ。本日は先手、作戦はガンガン行こうぜか、あるいはいろは坂で発動した、命大事にか、序盤の組み立てにも注目だ。それでは続いて、後手の渡辺九段。1984年4月23日、東京都葛飾区出身、初志和春七段門下の39歳、今期竜王戦1組、順位戦 A 級、タイトル戦登場44回で31期獲得、一般棋戦優勝11回、初代永世竜王として、その座を奪いに牙を研ぐ、不惑40を前に、新年度初勝利を飾りたい。本日は後手、攻撃が持ち味だけに、鉄板にどう穴を開けるか注目ね。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、森内九段。マリサが後手、渡辺九段だぜ。それでは、お願いします。2六歩。8四歩。さあ、竜王経験者同士の戦い。2五歩。同時に、攻守の棋風が分かれる将棋だね。8五歩。後手だし、積極的に展開を作りたいな。7八金。そんな中、提案するのは相掛かり。3二金。早い段階で歩を持つ、激しめの戦法だ。3八銀。では、自陣を最低限整えて。7二銀。さっさと駒をぶつけていきたいね。9六歩。これが基本的な相掛かりの準備だね。9四歩。角を逃がすスペースがポイントだ。3六歩。早めに3筋を開け、攻撃準備。8六歩。先手を打って飛車先の交換だ。同歩。同飛車。角を逃がすスペースは確保してあるので。6八玉。傷埋めを後に回し、形を整える。1四歩。ここで保有していた、角のスペースを作る。3七桂。速攻飛行で、桂馬を前に。7四歩。後手が7筋を開けたのを確認し。2四歩。こちらも飛車先から動いていこう。同歩。同飛車。私は傷を先に埋めておこう。2三歩。さあ、飛車をどこにある？ここは引かずに。7四飛車。強欲に、歩得を拡大させ喧嘩を売るよ。7三銀。やってきたな。ああ、ばよっと。7五飛車。歩得を主張に、手を作っていきたいね。6四銀。大手でそのまま攻めの手が進む。2五飛車。歩得と手得、お互い主張が分かれたね。最初から動くのが半歩遅れる私は。その差を埋めるため、歩で飛車を釣り出し、追っかけ回しながら前線に駒を送る。歩を代償に、先制攻撃をしやすい体勢を取ったわけだ。形が整う、言い換えれば手が進む。これが私の主張だな。ただし、一手の重みは手数が進むと薄れるので、ゆっくりすればするほど、駒得を得た私が有利になるね。なので、私の課題は、先手が体勢を整える前に仕掛け、ペースを握ること。私は、のらりくらりとかわして、一手の勝ちを薄めて体勢を整えたい。だからこそ、今のうちにどんどんと。3四歩、火種を多く作っていくぞ。ここでようやく。8七歩、傷を埋め、飛車に身体を問うわ。8二飛車。飛車が戻り、攻め味がやや薄れたところ。7六歩、角をぶつけ、局面の加速を図るわよ。
44歩、だが断る。おっと、手毒が主張なのに、ゆったり方面へあえて進むんだね。それなら、それを咎めに。46歩、4筋から戦いを起こしに行こう。一点、ゆっくり方針を示したことで。42銀、自陣の駒組みを進めていこう。これは48金、どういう意図があるか、気をつけながら進めよう。43銀。47銀。52金。これは雁木や、右玉の方針かな ?58 玉、ひとまず様子を見るよ。33桂、飛車を追い出し、仕切り直そう。29飛車、じっくり方針はむしろ歓迎ね。ところが、72飛車。そうゆっくりはさせない。浮いた歩を狙い、歩損の取り返しを図る。歩を守るなら金を立つよりないが、それでは陣地が不安定かつ、角の活用が難しいだろう。なるほど、歩損の取り返しを主張し直すんだね。でも、こうやってわざわざ手毒の主張を捨ててくれたんだから、ちょっと形が悪くったって。77金、そんなの問題ないわ。54歩、角道を作りつつ、中央に足場を作る。16歩、保有していた端歩で間合いを測る。31角、攻め込みに備え、金がどくことを前提に。78銀、守りの外れる角頭を補っておく。53角、間合いを測りながら角のラインを増やす。66歩、飛車の展開を視野に、6筋に圧を入れる。75歩、回られる前に仕掛けに行くぞ。67銀、取れば足場にされてしまう。76歩、同銀。銀の位置が変わり、8筋の守りが薄れ。82飛車、狙いのポイントを角頭に戻すぜ。なんの、74歩、受けに回らず、積極的に攻めに行く。41玉、右玉はないな、戦場から距離を取る。86金、その隙に、左辺に圧を増す。むむむ。45歩、より先手玉に近い位置で火種を起こす。同歩、でも、同桂では取られて同じでしょ。どっこい。55銀、浮いた歩の裏を狙ってねじ込んでいく。先手は7筋の垂れ歩をきっかけに。桂馬を引っ張り出し、再び74歩から、飛車をいじめ、攻め味を削るとともに、横からの攻撃に弱い、後手玉を狙いに行くだろう。なので、そうされる前に、4筋のスペースに歩をねじ込み、銀を引かせれば、先手玉小瓶に拠点ができ、先手44桂の両取りには、後手同銀、先手同歩、後手同角が、前進した銀の推進力になり、6筋へ進めるな。そうね、これだと王様のすぐそばに相場が届き、ことの次第によっては、何かが起こりそう。私にとっては大きなリスクね。金銀に王様が連なる、鉄の守りも、切り崩されて削られると、薄くなってしまう。でも知ってた？金属って硬いものだけじゃないんだよ。というと、金や銀のように、柔らかく、伸びやすいものは、硬くなくとも壊れづらく、柔軟に対応ができるのよ。67玉、狙いをかわしながら王様自ら補強する。64角、66がダメなら4筋に火力を集める。56歩、果たしてそれは間に合うのかな？ぐぬぬ。46銀、歩のねじ込みがなければ怖さは半減。同銀、清算して後手の攻め味を奪いに行くよ。同角、お互い、今すぐ同行できないところに。44歩、歩を消す突き捨てが、一気に形を崩す。同銀、後手陣に変形を強要した上で。47歩、打ち直すのは、角の直上。13角、引いた角が後手の退路を塞ぎ。73歩なる、左から追い込み漁を始めるわ。同桂、誰が奇襲のクジラじゃい。ふふのふ。74歩、地引き網で根こそぎよりマシでしょ。そういうもんか。72歩、ここは辛抱し、なんとか気を伺う。65歩、桂馬を七に取り、角の活用を目指す。55歩、銀との間に歩を割り込み、ガードする。73歩なる、ここで七駒の桂馬を取り込んで。同歩、明確な弱点、角頭に狙いを定めて攻める。15歩、先手玉に届く手がなくなるが。31角、角に迫られるよりはまだマシか。でもこれで、14歩、後手玉の狭さが、より際立つね。43金右、銀を支えつつ、飛車の脇を広げる。85桂、今度は飛車の小瓶に狙いをつける。72飛車。さらに、反対の小瓶に歩を進め。64歩、で抜けばと金ができ、角で取っても、守りの外れる位置筋から侵入し、後手陣を制圧できる算段ね。その2つができなければ、
同歩。歩で取るしかないか。当然これは、6三銀、空いた小瓶から飛車を咎める。4二飛車、苦渋の決断、攻撃を捨てて我慢に全振り。7三桂なる、こうなったら、ずっと私のターンよ。2二金、自力の退路を作って我慢。とはいえ、6二成桂、包囲が進み、あとはきっぺがすだけよ。5三銀、5二成桂。同飛車。同銀なる。同玉。2枚替えにはなるけれど、後手玉は孤立。7一飛車。さらに、角と香車の両取りで追い詰める。まだ詰んではいないものの、飛車を奪われては反撃も叶わず。できることといえば、合駒などで生きながら得るだけ。ちょっと、だいぶ差をつけられてしまい、手も足も出なかったな。硬い守りかと思ったら実はそこには金の城。柔らかく柔軟に、広くて近くに、抑えるところを抑えられてしまったか。これではお手上げだ。負けましたー。ありがとうございました。大差になってしまったなー。まさかの昇進。あ、いやすまん大差だ。マリサのメンタルが心配だわ。ちょっとな、いいところがなさすぎて、昇進気味だぜ。そうねー、見ているこっちも心配になっちゃうわ。まず、不存を抱えた後手が角道を止めて、ゆっくりした展開に持ち込んだことについては、バランスが悪く、角道を止める、7七金を誘発するものとして、納得できるけど、タレフを許容してしまった、8二飛車の時点で、先手に傾きかけ、56手目の4一玉が、消極的というか、7筋の対処ができていないのに、飛車の危険を放置してしまった結果となり、この辺りから、差が開いていった印象ね。できればここは、王様をそのままに7筋を回収するため、7五歩などで、反発した方が良かったね。以下、6五歩にはそのまま7六歩が激痛だし、6七銀と引いてくれば、後手8四飛車でタレフを回収し、8筋に金が上がってきても、7四飛車から下段に逃げれば、飛車に攻撃が届くまで、猶予があったはずよ。ちょっと弱気が過ぎてしまったか。こういうのもなんだけど、鍋さんは、強くあってこそ鍋さんなんだから、また立ち上がって、憎たらしいくらい勝ちまくってちょうだい。この結果を受け、森内九段は4位出場者決定戦に進出。次戦は広瀬九段と、本戦出場をかけて対戦ね。本譜の干渉もそうだが、本当にこの人フリークラスか？復帰してくれてもいいのよ。なんだかんだ、かなりのところに行きそうだよな。そのあたりの精度、どうなっているんだろうね。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いね。それではこの辺で、バイバイキン。